元良裕次郎元良裕次郎大正元年12月13日は日本最初の心理学者である。旧姓は杉田1881年に元良家の養子となる。母書は青山霊園。元吉は裕次郎が結婚した後の姓である。現在一般に元良裕次郎と呼ばれている。なお、船舶工学者の元羅製造と物理学者の高橋。 秀俊は、雄二郎の孫にあたる。雄二郎の生まれた杉田家は、伝承によると、久喜森高の学友であった、杉田一郎衛門の末裔とされている。父親は、三田藩の儒学者であったが、雄二郎が若い頃に死去した。雄二郎は、同志社英学校最初の学生で、開校当初に、中島力蔵上野栄三郎と共に真っ先に駆けつけた一人だった。 同志社員学校では当時としては、珍しい生理学の授業が行われており、ここでの心理学との出会いが彼の一生を決定づけた。生理学の講義を担当していた、J.D. デイビスが蔵書していた、W.B. カーペンター、精神生理学の原理に感化される。それまで日本において、心理学の知識は英語など外国語で書かれた書物だけであった。つまり、 心理学という学問は日本に入ってきてはいたが、実際の具体的な手法は誰も体験しておらず、日本では心理学は存在しなかったと言える。ユージローはクリスチャンの人脈を活かし海外に学び、そこで心理学の実験手法などを体得し、心理学を日本に持ち帰り、それを根付かせた。元らが提供した心理学は、 当時の一流の学問を反映したものである。その学問的背景とも言えるものを簡潔にまとめると、例えば、フェヒナーの精神物理学オストワールドのエネルギー一元論、文との実験心理学デュイやジェームズのプラグマティズムホールのジェネティック心理学、ということもできる。元吉による心理学上の研究を、初期、中期、後期と、ダイブして説明する。 初期の段階でもすでに様々なテーマについて実験を行っているが、一つ挙げると注意について研究したことが挙げられる。このテーマは一貫して持ち続け、1907年には児童の注意力とその訓練についての実験へとつながった。そして学習がうまくできない児童について能力がないというわけではなく、集中の仕方を知らないからなのだという説明及び、 訓練方法を示し、当時の教育関係者から評価され、それなりに問題解決に貢献することになった。中期、後期のそれを挙げると次のようになる。ありがとうございます。